フランスの人気のない農道の脇で羊の世話をしている羊飼いがいました。突然ポルシェ911カレラ RS が砂ぼこりを巻き上げながら停車します。アルマーニのスーツにセルッティの靴、レイバンのサングラス、タグホイヤーの腕時計、ピエール・カルダンのネクタイを身につけた若い運転手が降りてきて、羊飼いに羊が何頭いるか言い当てたらそのうちの一頭をくれませんかと尋ねます。羊飼いは若者を見てから草をはむ羊の大群を見渡して分かったと答えます。若い男は車を駐車し、ラップトップをモバイル Wi-Fi に接続し、 NASA のウェブサイトにアクセスし、 GPS を使用して地面をスキャンし、データベースとアルゴリズムとピボットテーブルで満たされた Excel 欄を開きます。その後彼はハイテクミニプリンターで150ページのレポートを印刷し、羊飼いの方を向いて、ちょうど1586頭の羊がいますと言います。羊飼いはすごい、その通りだ、約束通りどれでも好きな羊を1頭あげるよと答えた。若い男は群れから一番高く売れそうな羊の1頭を抱き上げ、彼のポルシェの後ろに置きます。羊飼いはそれを見て、もし君の職業を言い当てたらその羊を私に返してくれるかと尋ねます。若者ははい、なぜですかと答えます。羊飼いはあなたは税務署員ですねと言います。どうしてわかったのと若者は聞き返します。まず君は何のために高価な車でこんな田舎に来たんだ。次に私がすでに知っていることを伝えるためにわざわざ手間をかけ一番価値がある羊を選んだ。第三にあなたは私のビジネスについて何も理解していません。さて羊を返してもらえますか。